紹介。今回ご紹介するのはルイス・アルベルト・ロマン。誰もが知る世界最高峰の監督であるペップ・グアルディオラ。この監督が弱く設定されているサッカーゲームがこの世に存在すると思いますか？もしそんなゲームがあるなら作った人はヨーロッパサッカーを見ていません。今回いつもコメントをいただいている視聴者の方からリクエストをいただきましたので、ウイイレでも最強なはずのペップを久しぶりに使用してみました。ペップといえばファイブレーン理論、フィールドを5分割にしてサッカーを考える。この理論が現実のサッカーでも有用であるならば、リアルサッカーを忠実に再現しているウイイレアプリにおいてもきっと有用だと思いますので、今回はこのファイブレーンを改めて意識してやってみました。ファイブレーンについては詳しいことは YouTube などをご参照ください。今回は難しいことは考えずに、とにかくハーフスペースとサイドのエリアでパスをつなぎやすい三角形を作り、ハーフスペースの深い位置を狙っていくということをひたすらやってみました。この攻撃がめちゃくちゃ楽しくて刺さります。この監督はこの攻撃がやりやすいように構成されていると言っても過言ではありません。そしてあえてこのレーンや狙うスペース、作る三角形などをいつも以上に意識することで、何気なくプレーするよりも結果的に落ち着いて操作をすることができると感じました。攻撃に行き詰まったりしている人はこの監督を使ってこのことを意識してやってみてください。守備においてコンタクトネスが気になる方もいるかもしれませんが大丈夫。システムが違えど、シャビやナゲルスマンがそうであるように、ハイラインハイプレスでコンタクトネスが低い監督は割と守備荒れます。勇気を出して前線から積極的に守備をしてみてください。攻撃の戦術構成はこんな感じで、守備の戦術構成はこんな感じ。そしてスカットはこちら。メッシゼロトップ、両ウィングにはウィングストライカーを、ハーフスペースの深い位置はこの2人で狙っていきます。両サイドバックも攻撃的に、そして攻撃と守備のつなぎ役、フェルメール、センターバックやキーパーもビルドアップ時に攻撃的な要素を要求されます。ロマンでも逆張りでもなく、普通に強い。そして今週のようなコンディションの週にはありがたい超高コスト。今シーズンももう終盤です。最後まで楽しむためにも、普段選ばないようなこういう優秀監督たちを先入観を捨てて見直すのはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。